のガキがヤミさんだってのか、こら！あの状況からしてそうとしか。こんなクソガキがあのヤミさんだと！取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。え、そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい、トサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそヤミさんと語りやがって、ただで済むと思ってんのか。やろうよ。ちょっと皆さん落ち着きましょうよ。おいチビ、これほどけ。なんだかわかんねえが、売られた喧嘩だ、買ってやる。ジョータ、てめえが勝ったらヤミさんだと認めてやる。表に出ろよ。よし、やるぞ。面白くなりそう。ああ、行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーは？おかわりだ。クシュー。いいか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく。または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか？何でもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわね、味方してあげるわよ。じゃあ私はマグマの方に入るわね。何で？ここはこっちまった。しまった。ここはこっちまった。任せろ。どうだノエル、私は守るよ。まあまあね。やるね。俺は負けない。強くなれる。みんなを守る。カイルのせい。まだ戦える。俺の勝ちだ。思い知ったか、トサカ野郎。くぅ、仕方ねえ。てめえがヤミさんだってことは信じてやるぜ。それなんだがよ、お前ら俺のことを知ってるのか。
どこかで会ったことあったか。あと、さん付けとか団長ってのは一体何なんだ。ああ、それは。トラップ魔法で若返りだと。確かに、あん時は意識飛んじまってたから、俺には何が起きたのかわかんねえけど、お前らの言うことが本当なのかもしれねえが、若返り、28歳。俺は本当にそんなジジイなのか。じゃあ、お前らに会う直前、カルナといたこの記憶は、まあいいか。それが嘘でも本当でも、俺が俺であることに変わりはねえ。さすがヤミさんだ。こんなことでもうろたえねえ、でっけえ人だ。あとお前ら、団長とかさん付けとか、気持ち悪いから普通に呼べ。え、いいんすか？あ、いや、いいのか？俺は14だぞ。ほとんど年変わらねえだろ。俺より年下？マジかよ。呼び捨てなんてとんでもねえ。俺は今まで通り呼ばせてもらいます。またやろうよ、ヤミ。若い団長も可愛くていいわね。アスタの方が…って、何考えてるのよ、私。俺のことはフィンラルさんでいいよ。てめえはダメだ。なんで？